グツグツ煮立たせていきます。ラー油をかけていきます。どうもヨガヤさん、ティアンジです。皆さん、この季節ものすごい暑いですか。私もですね、毎日料理するんですけども、この時期はね、もう火を使うとね、もう暑くてしょうがないんですよ。今回はそんな暑くても料理をしなきゃいけない私たちにいいやつ見つけちゃいましたんで、ちょっと紹介したいこちらです。カオさんのね、ビオレヒアバン。これね、何がいいかっていうとね、まず最初に言っときますけど、今このスタジオ内ライトこうこうとついてて冷房切ってます。めちゃめちゃ暑くてスタッフもみんなグロッキーなんですけども、その中で私がヒアバンドちょっとつけさせていただきます。ムシムシしたキッチンと同じ状況を作り出しています。広げるとこんな大きいんですよ。でこれをね、一番ね、冷やしたねおでこ、こうやって巻くんですよ。料理漫画の主人公みたいなんですよこれね。私ヒアバンドの力を使ってですね、この真夏にですね、超激辛料理、地獄の蒙古ラーメンっていうのを作っていきたいと思います。これね、つけるとね、もう分かると思いますけど、めっちゃ冷える。今めっちゃ快適です。本当にそうなんかっていう風に思う方もいらっしゃると思うんで、今回は冷房も何も効かないこの夏の最中、本当に地獄的にうまいラーメン作れるかっていうのを検証していきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、それではですね、材料紹介いきたいと思います。まあ、今回はね、地獄の蒙古ラーメンということで、麺ですね、結構ねパンチの効いたスープなので太麺のが合います。まあ別に細麺でもいいんですけども、まず中華麺を用意してください。あと、具材なんですけども、豚ひき肉 60g で、人参 30g で、キャベツが60から 80g ぐらいですね。今回 80g ぐらい入れますね。はい、で、ニンニク3かけです。ちょっと待って、これ大さじ1、これ一味唐辛子大さじ1、すげえ多いなこれ。よくよく見ると多いですね。はい、そして味の素が小さじ半分、結構入れます。そして中華ペーストです。これカンカンで入ってる練りタイプの中華ペーストなら何でも大丈夫です。はい、これ小さじ1杯。味噌が大さじ2杯ですね。はい、具材にお豆腐が1つですね。麻婆豆腐チックなラーメンなので、お豆腐は入ります。そして一番大事なのがね、ヒアバンドでございます。はい、この料理は冷房を最強、だから16度設定の強風じゃないとできないようなレシピなんで、じゃないとね、汗がボロボロかいてくるところなんで、これヒアバンド用意してください。めちゃ辛い料理が作って食べられるかを検証したいと思います。ということですね、今回カオさんのビオレヒアバンドね、これをの力を借りてやっていくんですけども、まだね、僕足りないと思ってるんです。冷房を止めたじゃないですか。で、今から激辛料理作るじゃないですか。まだこの効果実感できないと思うんで、何で実感するかって言ったら、僕といえばいつもお酒飲むじゃないですか。で、僕お酒飲むとめちゃくちゃ体痛なるんですよ。なんでこいつを使います。はい、そしてこちらウイスキーを飲んでいく。あ、今体から情熱が湧き上がってくるのを感じます、私。はい、ということで楽しく飲みながらやっていきたいと思います。はい、それではですね、野菜を切っていきたいと思います。キャベツね、キャベツはこんな感じで、ザクザク切っていって、まあちょっと縦にもサクサクと少し細かめにしましょうか。はい、はい、こんな感じで人参を切っていきます。この感じでちょっとスライスしていくんですね。で、薄切りにできたらこうやってパラパラっとこう、並べて、でここで、千切りにしていきます。そうすると彩りにもなりますし、ね、スープに甘みを与えてくれます。はい、こんな感じですね。で、一つはすりおろしなんですね。なんで一個は皮を剥くだけでとどめておいてください。そして、他の二つはみじん切りにしていきます。めちゃめちゃうまいラーメンなんで、これはね、ぜひ作ってもらいたいですね。ニンニクはね、2かけみじん切りしました。切るのはこんなもんですね。じゃあもう煮込み、ね、これからが本ちゃんなんで煮込みからいきましょう。じゃあ炒めの工程に行っていいですか。どうぞ。皆さん、
はい、油をねちょっとね引いていきます。まあ、だいたい小さじ2ぐらいですかね。ここに豚ひき肉ですね入れます。結構ねスープが濃いので豚ひき肉には塩コショウしなくて大丈夫です。はい、じゃあ豚肉が炒まりました。そうしましたらニンニク、ね、ニンニク2かけドカッといっちゃいます。まず最初に豚肉を炒めて油を出して、この油でニンニクを炒めます。そしてですねキャベツ、さっき切ったキャベツですね入れていきます。そして人参も入れちゃいましょう。今回1人分なんですけども、2人分とかね3人分とか、作る方はもっと大きめのフライパン用意してくださいね。そうしましたらこんな感じで油がこうちょっと野菜に回ったのが分かります。でここでお味噌を加えていきます。こっからが熱いんですよ。でここで中華ペーストね、中華だしペーストを入れていきます。はい、そしてお味噌大さじ2杯ね、結構ね入れます。お味噌の味すごい大事なんで、旨味調味料ね小さじ半分。これで味噌ってすっごくしょっぱいので、これで味噌のね、味の角を取っていきます。そして一味はい、そしておろしにんにくですね、ここに入れる。ラーメン屋さんとかもそうじゃないですか、絶対おろしにんにく入れてるじゃないですか。そして、まあ、豆腐なんですけども、まあこんな感じでこうスプーンですくいながらやると手間もありませんから、こんな感じで。あ、でもちょっと熱気感じますやっぱね。ヘアバンドすげえなこれ。で沸かしてボコ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 言わしてください。そしたら片栗粉をね小さじ2、片栗粉小さじ2入れます。そして水をね大さじ1と3分の1、小さじ2の片栗粉と小さじ4の水を混ぜたもの、ちょっとねとろみをつけていきます。で入れたら全体的に混ぜてください。ちょっとねダマになっちゃうんでね混ぜないとね。はい、グツグツ煮立たせていきます。じゃあスープはできましたんで、今度麺茹でていきます。沸騰したお湯で、多分あのこの室内の気温がそうあの3度ぐらい上がってるんですけども、ここでこれぐらいボコボコしたところに中華も入れていきます。じゃあここで4分麺を茹でてこの室温を上げていきます。袋の表示通りにですね茹で上がりましたので、湯切りをして、ちゃんと湯切りしてくださいね皆さんね。こんな感じで湯切りしました。湯切りしたらこれ熱々の麺をここに入れていきます。さっきあの茹でてる間火を止めてたこのスープをね温めていきます。はい、もうねここから見えるスタッフとか地獄みたいな。はい、これで OK です。はい、ボコボコっとしてきた。で、こう熱々のスープ、これをこうダバとかけてくはい、これでございます。こんな感じね。はい、じゃあネギを、ネギちょっと盛りましょう。こうやってねちょっとね、あの青が入ってた方がないですね。でここに一味唐辛子をこうね、やっぱりあのやっぱね、立証しなきゃいけないんで、やっぱいっぱいかけて。でここでお好みなんですけども、ラー油をかけていきます。はい、ということで料理研究風が本気で作る地獄ラン完成でございます。はい、それではできましたので早速いただきます。これはめっちゃうまい。うまいけど辛いけど、体が冷却されてるからヒアバンドですごくね食べ進められます。これちょっとこれハイボールだな。うん、うまっ。これヒアバンドがさ1時間持続、めっちゃ持続するんだよこれね。だから辛いのに挑戦する人はみんな冷やバンドを巻いたらいいんじゃないかなって思いますね。はい、今回の検証結果こうか。
ということで、キッチンってね、やっぱ火使うからものすごい熱くなるんです。キッチンに冷房がついてない家がすごく多いんですよ。そういったところで調理される方はこれね、こう額に巻いてもいいし、首に巻いてもいいし、こう胴体に巻いてもいいんですよ。なんでこれを使うとこの夏の調理環境が最適化されるんで、皆さんぜひやってみてください。そして一味唐辛子大さじ1。これ大さじ1本当に？僕も測ってて戦慄しました。ああ本当に。これ全部入れるんだよね。レシピ書いてあるね。レシピです。じゃあ